一宮市学校給食会によりますと先月26日担当者がシステムの一括画面を使って4月分の食材費およそ2670万円を24の業者に振り込みましたしかし1社の口座番号を変更していなかったことに気づき手続きを取り消したつもりで担当者が改めて振り込みを行いましたが実際には取り消しの申請ができていませんでした昨日、業者からの指摘で発覚し 二重に振り込まれた分は、返還の承諾を得ているということです。